はい、どうもコンシェルジュです。これちょっと復縁の話なので聞いてください。日本人って誰かに物をプレゼントするときに、これはもうその粗末なものですけどとか、大したものじゃないですけどとか、もうそのろくすっぽなもんじゃないですけどと、ぜひ受け取ってくださいみたいな表現するじゃないですか。もうこのね、例えばじゃあ菓子折りとかを持ってくとして、もう大したもんじゃないですけどと、大したもんじゃないですけどどうぞ受け取ってくださいって言いますよね、日本人は。でアメリカ人っていうか欧米の方は逆なんですよ。このね、品物はじゃあ菓子折りにしましょう。まあアメリカ人菓子折りを持ってく文化あるかどうか知らないですけど、ね、菓子折りを持ってくときに、もうね、この菓子折りはもうめちゃくちゃ選んでね、もう最高のね、ものですと。もう最高に美味しいし、高いしね、そういうものを買ってきたんで絶対美味しいと思いますみたいな、そういう表現でプレゼントを渡すんですよ。でこの違いっていうのが何か分かりますかね。日本人はプレゼントを渡すときに大したものじゃねえけどっていう言い方をする。アメリカ人はこれは最高のものですよっていう言い方をするんですけど、真逆じゃないですか。これはどうしてっていうと、あのね、あれなんですよ。考えてることは一緒なんです、両方とも、日本人もアメリカ人も。要は日本人の感覚としては、あなたは最高ですと。あなたは最高ですから、そんなね、最高のね、レベルの高いあなたに対して、あなたに対してはどんなプレゼント、どんなお菓子であろうともね、どんなおせんべいであろうとも、あなたの素晴らしさの前には及ばないと。だからこれ一生懸命ね、選んでね、なるべく高いもの買ってきたけど、でもあなたにとってはね、もう大したものじゃないですよと。それだけあなたっていうのは素晴らしい人で、僕はね、あなたのことを尊敬してますよ。なのでこのお菓子、大したものじゃないですけど、あなたにとって大したものじゃないですけど、ぜひ受け取ってくださいねっていう、相手に対する尊敬の念が込められた言い方が日本人の言い方なんですよ。でアメリカ人も思ってること一緒なんです。あなたは最高ですと。あなたはもう最高の、もうね、火の打ち所のないような完璧な人格者で、でそんなあなたに対してプレゼントを持ってきたけど、このプレゼントはそんなあなたに見合うほど素晴らしいプレゼントだと。そんなね、レベルの高いね、ハイクオリティなあなたに対して粗末なプレゼントを持ってくるわけないでしょっていう。でこれはもう最高なものなので、最高のあなたにふさわしい最高のプレゼントです、最高です、どうぞみたいな、そういう意味でアメリカ人は言ってるんですよ。このプレゼントは最高ですよって言いながら渡すやり方はね。でこれね、日本と欧米の文化の違いなんですけど、まあでも相手のことを敬って、相手にいい気持ちになってもらおうっていうことは原則変わらないじゃないですか。はい、そこで復縁の話です。復縁の話なんですけど、今の話を念頭に置いた上で復縁の話なんですけど、あれですよ、例えば元カノとか元カレとか、まあ、元カノ元カレならず、まあ、その女性とか男性とか、まあ、異性に対してですね、告白するだなんだっていう時に、あなたはどっちスタイルの告白をしますかっていうことですね、簡単に言うと問題は。で日本人のやり方だと、まあ俺なんていうのは、例えば僕が女の子に何か告白するとしましょう。でまあ俺は大した男じゃないけど、君のことが好きだからと、付き合ってくださいって言った方がいいのか、俺は最高だからそんなね、なんて言うんでしょう、 違う、俺はじゃない、あなたは最高だから、そんなあなたにふさわしいね、最高の僕ですと。だからきっとまあおメガネにかなと思うし、結構いいところもあるやつだから、ぜひ付き合ってくださいと。どっちのね、言い方がいいんでしょうねっていう話です。どっちがいいと思います？まあ復縁でも一緒ですよ、結局。でね、これね、基本的にはですけれども、やや
やや自分に自信持った言い方、ややアメリカ人寄りの表現をした方がいいです。心理学的にはっていうのは、これね、前も言ったかな、例えば、まあ、男性諸君だったら経験あると思うんですけど、例えば彼女がいて、彼女にご飯を作ってもらったことがあるとします。で、その彼女がご飯を作るのがあんまり料理が苦手で、で、このご飯、あ、じゃあハンバーグ作ったけど、ちょっと塩加減間違っちゃって美味しくないかもしれないけど、一生懸命作ったから食べてねとかって言われるとしますよね。そうするとあなたどう思うかっていうと、まあ一般論的にはですよ、一般論的にはですけど、あ、塩加減間違ったんだなっていう前提でそのハンバーグ食べるわけです、ほぼ間違いなく。ちょっと待ってくださいね、今ね、これ ETC なんです。はい、だからもしあなたが女性であれば、彼にご飯を作って出すときは、これ失敗したとか美味しくないかもしんないけどとか言わない方がいいんですよ。頑張って作ったから美味しいと思うよって、たとえ失敗してたとしてもね、失敗してたとしても美味しいと思うよって言ってご飯を出してあげた方が、彼は美味しいだろうっていう前提で物事を判断するので、たとえまずくても、いやちょっとしょっぺーなって思っても、美味しいところ探そうとするんです。逆にね、塩加減間違えましたっていう、そういう宣告をしてから出すと、塩加減間違ってんだろうなっていう前提でご飯食べますから、あー塩加減間違ってるわと、他にもなんかいろいろちょっと何かと違うわっていうね、美味しくないところ探そうとするんですよ。人間の脳ってそういう風になってますので、だから、さっきの話に戻りますけど、例えば告白するときとか、元カノ元カレにもう一度ねアタックするときには、あんまり自分のことを卑下しない方がいいですね。6割アメリカ人の表現、4割ぐらいは日本人の謙虚さ残しとかなきゃダメですよ。例えば10割アメリカ人だったら、普通の日本人だったら、なんだこいつはどんだけナルシストだって思うわけですから、だからね、6割ぐらいアメリカのノリで、4割ぐらいは日本人の、まあ、謙虚さっていうのを残しておく。まあ、自分磨きもしたしっていう、これはわざわざ言わなくていいですけどね、告白したりもう一回復縁しようっていう時には。でも、変にね、自分を卑下する必要はないので、もう自分はダメな男だったけどとか、お前のことを悲しくさせちゃったけどとか、あなたのことを辛い思いにさせちゃったこともあったけどとか、そういうね、なんて言うんでしょうね、自分を卑下する表現はしなくていいですから。そうするとそのことを思い出しますからね、相手は。ああ、そういえばこいつに嫌なことされたことあったわとか、こいつと別れるとき最悪だったわとか、そういう余計なことを思い出すようなことを言わない方がいいってことですよ、っていう話ですね。でね、これはちょっと今運転中なのはもちろん見りゃわかるよと思っていると思うんですけれども、ちょっとね、これ忘れる前に言っとこうと思って撮ってみました。だからちょっとまたこれもね、まとまりがない感じになってるかもしれないですけど、簡単に言うと、あんまりね、自分の悪いことは言わない、自分の悪いことを言って自分を卑下してね、自分をそのちょっとまあ謙遜して自分を悪く言うっていう文化は日本にはあるわけじゃないですか。さっきのお土産の例で話した通り、菓子折りのね、持ってくときに、これは大したもんじゃないと、自分も大したもんじゃないと、自分の例えば奥さんとか紹介するときに、愚かな妻って書いて愚妻とかっていう感じもありますよね、言葉も。で、バカな息子っていう意味で愚足っていう言葉もあるわけじゃないですか。だから日本人はね、自分のことをやっぱりまあ謙遜して、軽くそのまあ落としめて言う、表現することで相手を立てるっていう文化がありますけど、やっぱ復縁とかに関してはバリバリそんな感じでいくと、やっぱりね、あれですね、ああダメなんだろうなという気持ちになっちゃいますので、そこは気をつけてくださいというまとまりのない話でございましたね。はい、それではまた。
次回お楽しみにということで、コンシェルジュでした。